皆さんこんにちは。さあ今日はですね、お部屋からカメラ雑談ということでね、やっていきましょうか。今回は題してですね、もう旅とカメラということで、先日僕はですね、北海道は、網走市に旅行に行ってきまして、まあそこでね、いろんなカメラ、持っていきました。で、それを使ってきてね、いろいろなことが分かってきたのでね、今日はそのことを話していこうかと思います。で、まずね、もう今回の話の結論から先に言ってしまいますけども、まあ結論はですね、旅に持っていくカメラってね、まあできるだけ機材は小さければ小さい方がいいっていう、まあすごく当たり前の話なんですけども、まあそこにね、気づくまでにいろいろ紆余曲折ありましたので、その理由をね、ちょっとこれから解説していきます。で、まあその理由なんですが、基本的にね、この僕、まあ旅行のスタイルなんですけども、このバックパック、ミステリーランチのこの 3D アサルトなんですが、このバッグに機材を入れて常に持ち歩くので、まあ出番のね、少ない機材っていうのは、初めからね、今回選択の上で外しました。まあ特に大型のミラーレスカメラとか、あとジンバルとかそういったものはね、もう選定から外しました。で、今回持っていった機材なんですが、まずこちらですね、先日購入した、インスタ360-1RS の1インチ360度モデル、そして、こちら GoPro Hero 10で、DJI ポケット3の3つのね、カメラを、今回持っていきました。で、まあ今はこれちょっと三脚つけてるんで大きいですけども、これね、外すと非常にコンパクトになって、もう3つ合わせてもこのサイズなんですよ。まあこれだけのサイズなんで、今ね、使ってるこのガジェットポーチ、これにね、全部入れて持ち歩くことがね、できてしまいます。で、すべてのね、機材がやっぱりコンパクトにまとめて移動することができれば、まあ移動中の体力の消耗も抑えることができますし、あとバッグの容量にもね、非常に空きができるので、まあ旅先でちょっとお土産買っていこうとか、あ、なんかこれいいなって衝動的に買うことってあるじゃないですか。で、そういったものにもね、十分対応することが、できました。大きいジンバルとかカメラだったら、ちょっとこう使うね、頻度とかも少ない上にずっと背中に乗りっぱなしなので、まあ、かなり体力もね、削られてきますし、あとお土産とか買おうと思ってももうバッグが結構パツパツの状態なんで、まあ、なかなかちょっとね、そういった、衝動買いができなくなったりとか、まあ、お土産をね、こう搭載することができなくなってしまいます。でもこのくらいね、コンパクトな機材であれば、まあ、いろんな状況にも対応できるので、まあ、やっぱりね、こう旅行にね、持っていくカメラっていうのはちっちゃければちっちゃいほどいいかなって思いました。で、今回持ってったこの3つのカメラ共通して言えるのが、素早く撮影することができて、撮影が終わったらすぐにしまって移動できるってことをね、重視してみました。結構ね、旅先とかでは突発的にカメラを出して撮影したりですとか、まあ、途中でちょっとこれ撮影やめてくださいって言われてね、すぐしまう必要が出てきてしまいます。まあそうなると、やっぱ素早く取り出して、まあ、撮影できたり、あと素早くね、収納できる機材というのはやっぱ望ましいですよね。で、これがね、フルサイズ機やジンバルだったりすると、撮影前にこうレンズのこうね、装着をしたりとか、まあ、ジンバルをちょっと調節したりとか、もうわちゃくちゃわちゃくちゃやってしまって、かなりね、時間も食ってしまいますし、あと、で、その撮影ができなくなってしまうと、またジンバルからカメラを外してバッグに入れて、こちゃこちゃやんなければ、まあ、ならないので、非常に一苦労になってしまいます。で、そういう意味にはね、今回のこの3つのカメラ、素早く撮影して、素早く撤収できるっていう、まあ、そういったところもね、重視してみました。あとこれは旅カメラにおいて一番重要なところなんですが、あらゆる状況に対応できる、機材を、ね、選択する必要があります。というのも、まあ、やっぱり旅行中で、ね、突発的にこう雨が降ったりですとか、ちょっとそういうアクティビティとかですごい低温の環境にさらされたりですとか、薄暗い室内とか、まあ、そういったことがね、想定されることが、あるので、そういった意味においても、まあ、ジンバル一体型のカメラとか、あとアクションカムですね、これはやっぱりね、一つは持っていきたいですね。あと撮影しているカメラが途中でこう熱停止を起こしてしまって撮影ができなくなったりした時のこのバックアップとしても、まあ、こういったね、比較的頑丈なアクションカムっていうのは一つ持っておきたいですね。で、これはもちろん旅行する環境によってかなりね、変わってくるんですが、まあ、僕の住んでいるような北海道とか、自然の中で撮影することが多いので、まあそういったね、ところを重要視しています。で、続きまして今回持ってた3つのカメラ、それぞれちょっと使い勝手をね、話をしていきましょうか。まずはこちら、インスタ 360-1RS 1インチ360度、モデルなんですが、まあ、やっぱりこれはね、すべての方向に映像を撮ることができるので、まあ例えば旅の道中とかで撮り逃しとかも比較的少ないですし、まあ意外にね、こう1インチセンサーとね、明るいレンズを積んでるので、まあ、こういったね、手持ちカメラでありながら室内とか薄暗い環境とかでも比較的綺麗に撮ることができます。ちょっと GoPro とかだったらね、ちょっと暗所になってしまうと厳しいんですけども、インスタ360は結構耐えてくれました。
で、先日買ったこのね、バッテリー付き自撮り棒、ちょっとでっかいですけども、まあ、これと併用することでね、長時間の撮影することもできましたし、まあ、すごくね、こいつはね、役に立ってくれました。しかしですね、これね、車載をやった時がありまして、この車載時に、ダッシュボードに置いたこのインスタ360が、なんと熱停止をね、起こしてしまいました。しかも、こう、一番いい景色を撮ってるところに熱停止バンってなってしまったので、しかも後ろから車がね、何台も来てるので、途中でこう、止まることもできずに、まあ、結局、そこは撮ることができなくて、まあ、ちょっとね、進んでからカメラをこう、GoPro に切り替えて、まあ、撮影することが、ね、ありました。あとですね、まあ、軽微な不具合っていうのもいくつかあって、露出がちょっとおかしくなったりとか、ちょっとフリーズしたりとかっていうね、こともあったので、まあ、この辺はファームウェアのね、更新でなんとかしてほしいですね。まあ、とはいえやっぱりね、取り逃しがないっていうところでは、こう、旅カメラの中で、僕の中で今のところね、まあ、一番これ、いいかなっていうのは持っていきたいカメラの一つかなって思いました。で、続きましてこちら、GoPro Hero 10ですね。このね、インスタ360がこう、熱停止した時にね、活躍してくれた一台です。で、野外ではね、非常に強力な手ぶれ補正と広い画角で、まあ、すごくね活躍してくれるカメラなんですが、一方ねこれ室内とかあと夕方夜間になってくると、もうこう電子手ぶれ補正時のブルブルっていう振動が出てきてしまって、映像もねかなり滲んでしまうので、野外ではすごくいいんですが、一方ちょっとでも環境が変わってしまうと、まあ、突然使えなくなってくるっていうね、非常にピーキーな、カメラだかなって思いました。ただしですね、雨ですとかと低温環境、あと落っことした時のこう対衝撃性ですよね、あとこうバッテリーが交換してすぐね撮影を続行できると、まあ、非常にこうね突発的なトラブルには強いカメラなので、まあ、旅先のトラブルとかに備えて1個は持っておきたいねカメラかなって思います。前のねこう旅行では僕がこれメインで使ってたんですが、今はちょっとこっちをメインに使って、何かあった時はなこれで撮るっていうね、まあ、運用しています。で最後これですね、まあ、うちのチャンネルでね何度も紹介してる、DJI のポケット2、まあ、やっぱりこれね三軸のジンバルカメラでこう昼夜を問わずね、安定した映像を撮ることができるので、非常にね、大事なカメラです。特に今回も、室内の観光地とかねこれで撮ることが非常にね多かったです。で付属のワイヤレスマイクとかを使うとね音声もかなりクリアに撮れますし、あと広角レンズも使うとね、まあ、ある程度広く、画角も確保できるので、まあ、すごくねこの携帯性もいいですし、こう使い勝手でもいい、なんかこう旅行カメラのスイスアーミーのような、なんかあった時のために1個持っとけみたいな感じでね言えるカメラなので、これはねぜひ旅行にはね持っていきたいですね。ただその一方でバッテリーがね交換できなかったり、まあこれは給電しながら使えばいいんですけども、まあそのね他2機種に比べてちょっと画角が狭いとかっていう弱点はあるものの、まあ発売から2年経ってもね未だに僕はねこのねカメラ手放すことができません。そのくらいおすすめの1台です。とここまでね旅カメラ3機種紹介してきましたが、じゃあお前フルサイズはどうなんだと、ね α7-4 も買って16-35もあって、で小型のね、こういったクレーン M3 とかジンバルあるじゃないかと、まあそうなんですよね、映像のね質を考えますともちろんフルサイズがね、まあ、一番なんですが、まあさっきも言いましたが非常に大掛かりな荷物になってしまいますし、あとセッティングのね、難しさで使用できる環境が非常に狭いですね。まあ今回みたいにこう低温環境がすごい多かったりとか、突然雨が降ってきたりとか、まあそういったイレギュラーな事態が、非常に多かったです。そういった時にはこのフルサイズ機ってね本当にね、環境に弱くてですね、使える、まあ、状況っていうのも限られてきてしまいます。なのでね個人的にはあんまりねこのフルサイズとかジンバルっていうのは、まあ、旅行にはちょっとおすすめしづらいかなってね、はい、思います。でもちろんねこう旅行する環境によっては全然フルサイズとジンバルっていうのもいいんですけども、まあ、さっきも言いましたが僕みたいな北海道の自然の中で撮影することを、まあ、考えるとやっぱり取り回しっていうのはあんまりね、いいもんではありませんでした。まあ、なのでフルサイズでこういったジンバルを持っていくんであれば、まあ、スーツケースに入れてホテル先でちょっとこう機材の選定をするときにこれ持っていくかどうかってことをね、まあ、考えた方がいいかと思います。まあ、こういった小型カメラであれば常時バッグの中に置いても全然荷物になりませんけども、やっぱりフルサイズやジンバルになってくると相当大きくなってくるので、他の着替えと一緒にフルサイズやジンバルも全部このスーツケースに入れて、まあ、ホテル先でねちょっとこれからどうしようかなって思ったときに、まあ、持っていく持っていかないっていうバッグに入れるかどうか、まあ、そういった選定をしてみるのが、いいかもしれません。はい、ということでですね、今回ちょっとこう網走旅行に行って、こう旅カメラでね気づいたことを語ってきましたが、どうだったでしょうか。ぜひ皆さんもねこの旅行カメラこういうの持ってきますとか、こういうの使ってますよってことありましたら、動画下の、このコメント欄に書いてくれると嬉しいです。ここまで見ていただきありがとうございました。この動画はね皆さんも何かの参考になれれば幸いです。で今後ですね、こんな感じでまた面白いこと分かりましたらどんどん初動画にしていきますので、チャンネル登録してくれると嬉しいです。では次回の動画でお会いしましょう。さよなら。